新たな食品や美味しくする加工技術の開発を行っています。北海道は日本の食糧基地です。農水畜産物でおよそ1兆円以上あります。食品工業出荷額で2兆4000億あるように、北海道は食糧基地であり、美味しい食べ物があるのは皆さんご存知かと思います。ただその大部分は日本各地の大都市圏に出荷されているのはご存じないのではないでしょうか。私のユニットでは3つのことを意識して活動しています。1つ目は美味しい食品を作る、つまり新商品の開発をすること。2つ目は高付加価値化技術の開発、つまり美味しくする技術を開発すること。3つ目は鮮度保持技術の開発、つまり美味しいままに運び届ける技術を開発することです。そのため自治体や民間企業との共同研究を多く行っております。さらに展示会などの商品を PR する場に学生と参加したり、プレゼンをしたりするなど、実際に物を作って販売するところへのお手伝いをすることも多いです。具体的には加熱水蒸気という高温水蒸気を使って食品を美味しくする技術の開発や、北海道の産物をより美味しくするような高付加価値化をしています。また水産加工会社と共同研究をして、食品として使われていない部分を資源として活用し、商品化することに成功しています。商品の販売促進をしたい、町に特産品が欲しいなど、自治体や企業から持ち込まれた課題について話し合うところから開発が始まります。マーケットニーズを考えて、それが新しい食品なのか新しい技術なのかを協議しながら進めていきます。その協議の中で課題が解決されて商品ができていく、こういうプロセスから実際に形になり、商品として世の中に出ていくまでを学ぶことができるユニットです。北海道の美味しい食品を私たちの日々の研究、技術開発を通して生活を豊かにしていけるように学生たちと取り組んでいきます。